父の日サプライズ。平野翔も推奨する衝撃のプレゼントとはあなたの父も冠類。これが2024年父の日の究極ギフトだ。2024年の父の日が近づく中、多くの人々がどのようなプレゼントをお父さんに贈るべきか悩んでいるでしょう。優れた選択肢が数多くありますが、その中でも特に話題になっているのがサントリーのハッシュタグ水ジントニックセットです。 俳優の平野翔が登場する CM も、この商品を一層魅力的に見せています。このセットには、ジャパニーズクラフトジン緑7 0 0トルと6、6、2 0 0トルのジン、そして特別な専用グラスが含まれており、お父さんと一緒に新しい体験を楽しむことができます。今回の記事では、この商品を中心に、父の日のプレゼントアイデアを探っていきます。父の日のギフト選びにおいて重要なのは、 お父さんの好みやライフスタイル、そしてその日の特別感をどれだけ引き立てることができるかです。多くの方がお父さんのための特別な一日魚を演出するために様々なアイデアを考えています。例えば、お酒が好きなお父さんには彼が普段飲むものよりも一段上のものを選ぶのも良いでしょう。特別な瓶ビ,ビール、限定のウイスキーセット、高級な日本酒などが選ばれることが多いです。ただ、 ギフトはものだけではなく、その背景にある感謝の気持ちをどのように伝えるかも大切です。例えば、お酒を贈る際には、いつも頑張っているお父さんに、少しでもリラックスしてもらいたい、という気持ちを込めると、一層感動が伝わります。また、お父さんとの思い出や一緒に過ごした時間を振り返るメッセージを添えることで、プレゼントの価値がさらに増します。さて、 平野翔が推奨するハッシュタグ緑ジントニックセットについてもう少し深く釣りしてみましょう。このセットは単なるお酒の詰め合わせではなく、日本のクラフト人文化を体験できる特別な一品です。サントリーの緑人は、ハーブや柑橘類のフレッシュな香りが特徴で、特にジントニックとの相性が抜群です。これに対してジ人は、より複雑なフレーバーを持ち、特別な瞬間にぴったりの一品です。 この二つのジンを組み合わせたセットは、お父さんに新しい味覚の冒険を提供することでしょう。また、ジントニックセットをプレゼントする際には、おしゃれな専用グラスも一緒に送ることで、お父さんが一層楽しめる工夫を凝らしてみてください。特に、お酒を楽しむ時間は、お父さんにとって一日の疲れを癒す貴重なひときです。そんな時間をさらに豊かにするための特別なアイテムを選ぶことで、 プレゼントの価値が一層高まります。プレゼント選びで重要なのは、お父さんの好みやライフスタイルを考慮し、その上で独自性や特別感を持たせることです。例えば、お父さんがコーヒー好きなら、特別なコーヒー豆やバリスタセットを贈るのも良いでしょう。アウトドア派なら、最新のキャンプギアやアウトドア用品をプレゼントするのも一案です。そして何より、 プレゼントには心のこもったメッセージカードを添えることを忘れないでください。普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちをメッセージカードを通じてしっかりと伝えることでプレゼントが一層心に残るものとなります。今のトレンドを反映したギフトもチェックしておきましょう。例えばサステナブルな商品やエコフレンドリーなアイテムも人気があります。これらは日常生活に役立つだけでなく、 環境に配慮した選択肢としても評価されています。オンラインショップのケーキ .jp では、オーガニック製品やエコフレンドリーなギフトも取り扱っており、特別な日を一層豊かにするアイテムが揃っています。父の日の特別なひとときを一緒に過ごすこと、その瞬間を楽しむことが何よりも大切です。日頃の感謝を込めて、お父さんとの時間を大切にし、 家族で楽しむことが一番のプレゼントと言えるでしょう。最後に、読者の皆さんが実際に送ったギフトやエピソードを共有してもらえると嬉しいです。皆さんのアイデアや感想が多くの人にとっての参考になるはずです。それでは、素敵な父の日をお過ごしください。さて、ここからは少し私自身の体験を交えて書いてみたいと思います。 私が初めて父の日にプレゼントを真剣に選んだ時のことを覚えています。それはまだ私が学生だった頃で、お金も時間も限られていたため、何を贈ればいいのか非常に悩みました。結局、父がお酒好きということもあり、少し背伸びして高価なワインを選んだのですが、何よりも一緒にそのワインを飲んで語り合った時間が、父にとって最大のプレゼントだったようです。それ以来、 物よりも一緒に過ごす時間や共有する経験の方が大切だということを学びました。今年もそんな思い出を作りたいと思っています。私の思い出に残る父の日の出来事を一つ挙げるなら、それは私が実家に帰省し、家族全員で集まった特別な日です。母が腕によりをかけて手作りの料理を用意し、兄弟姉妹たちがそれぞれ選んだプレゼントを持ち寄りました。その中で私が準備したのは、 父が大好きなゴルフ関連のグッズでした。新しいゴルフボールや特製のゴルフティーをセットで渡すと、父は非常に喜んでくれました。何よりもその日、父と一緒にミニゴルフコースに出かけたことが大切な思い出として心に刻まれています。また、別の年には父がお酒好きということもあり、高級な日本酒セットをプレゼントしました。ウイスキーやワインも良い選択ですが、 日本酒は父にとって特に馴染みが深いもので、自宅での晩酌タイムを一層豊かにするものでした。その際にも、一緒に飲みながら語り合う時間が非常に貴重なものでした。お酒の銘柄だけでなく、その背景にあるストーリーや製造過程について話すことで、プレゼントの価値がより高まると感じました。さらに、父の日のプレゼントはお酒や物だけではなく、体験型のギフトも人気です。 例えば、サウナ好きなお父さんには、特別なリラクゼーション施設への招待券や、お母さんと一緒に楽しめる温泉旅行のチケットを送ることも考えられます。これらの体験型ギフトは、家族全員で共有できる素晴らしい時間を提供し、忙しい日常から解放されるひとときを過ごすことができます。現在のトレンドとして、エコフレンドリーな商品やサステナブルなアイテムも、ますます人気が高まっています。 環境に配慮した選択肢として、例えばオーガニックコットンで作られたタオルセットや再利用可能なエコバッグなどが考えられます。これらは日常生活で役立つだけでなく、環境保護についての意識を高める良い機会にもなります。さらに、父の日の特別なギフトとして、ローカルのクラフトショップやフェアトレード商品を選ぶことで、地域社会やグローバルなサポートにもつながります。 このような個人的なエピソードは多分多くの家族に共通する部分があるのではないでしょうか。物を送ることももちろんいいのですが、その背景にある感謝の気持ちや共に過ごす時間が何よりも価値があると感じます。そしてそれを一層引き立てるためにちょっとした工夫やアイデアを加えることで特別な一日にすることができます。今年の父の日もお父さんにとって忘れられない素敵な一日にしましょう。 そしてそのために必要な情報やアイデアをこの記事を通じて少しでも提供できていれば嬉しいです。父の日は一年に一度しかない特別な日です。この機会に普段伝えられない感謝の気持ちを心からのプレゼントと共に届けてみてください。それが父の日をより特別なものにするはずです。最後に読者の皆さんに質問があります。あなたがこれまでに父の日に送ったもので、 一番印象に残っているものや特別なエピソードは何ですかまた今年の父の日にはどんなプレゼントを予定していますかぜひコメントで教えてください。皆さんのアイデアや体験談が多くの人にとってのインスピレーションになることを願っています。それでは素敵な父の日をお過ごしください。